さあ始まりました第十八期女流王家 A リーグ本日は第四節 A 卓の模様をお届けいたします実況私鳥谷幸典解説は WRCR 第一期を見事に優勝されました中田かなプロです本日よろしくお願いしますお願いしますさあそれでは本日の出場選手をご紹介してまいりましょう一回戦ちいちゃからとなりますさあとんちゃこの方トータルポイント 現在マイナス二十六点九は第十二位、高宮真理プロ。なんちゃです。トータルポイントプラス二十七点ゼロは現在第五位、伊達有紗プロ。チャーチャです。トータルポイントプラス五十七点二、現在第三位、魚谷由美プロ。最後はペーチャです。トータルポイントマイナス十七点四は現在第十位、山脇智史プロ。 以上の四名の対局となります。さあ本日女流王家の中でもなかなかのメンバーの対戦となりました中田さん。はい、この黄色の、えー、枠の名前が、えー、今日の対戦者ですが、はい、今日の見どころはどういったところになるでしょうか。もうめちゃくちゃ人気プロの注目選手は揃っちゃったんですけども。はい。はい、そうですね。まあ上位プラスの二人とマイナスの二人っていうので、はいはい、まあ中盤戦に差し掛かって。 まあどう意識していくかなというところが見どころなんですけど相手を意識する頃なんじゃないかなと全7節でプレーオフ進出を狙っているこの上家ですが、はい、っ勝ってる人を崩していった方が自分のチャンスは広がるわけで、はい、やっぱ大谷さん、伊達さんはちょっとターゲットというか選ばれない方のうだと思うんですよね。はい、でもやっぱ全体的に注目したいのは山脇さんですかね。やっっぱりトトーナメントを勝ったりとか、はい なんか今来てるんじゃないかなっていう注目選手は山脇さんですね、はいはい、山脇追い風参考とお考えいただければいいところでしょうか、はいはい、さあそれでは対局の準備が整っております、はい、第18期女流王家エリーグ第4節英卓一回戦倒壊開始します立ち合いに山田博之の合図によって今対局が開始されましたルールは一発裏ドラのない日本プロマージャン連盟公式ルールで行われます さあ改めましてちいちゃから高宮、なんちゃ伊達、シャーチャー魚谷、平茶山脇の並び、さあ、1回戦のトン1曲、ドラはローマン、まずは親の高宮、ハイパイは2、い、さしが見えますが、3の姿が1つ、かんちゃん2つ、2さし、うん、まあ、まとまって、1、2、3も見られるか、2>, 2面ずつ,つ。はい 二し,し方面、ま,ね、まずは親上がっていくところなんちゃだてはメンツはありません第一相撲で両面ができるドラ,でドラドラでしたよドラドラでしたかローマンが2枚ありました、はい、山脇もメンツはありませんさあ二面ツの親高宮、打点は作れるかどうか。 ドラドラの伊達はシンプルに手を組んでいくでしょうかうですね。うちに寄せて関与とかになれば、はい、仕掛けもあるんじゃないでしょうかね、はい、まあちょっと山脇さんは、はい、役が見えづらい手なのでちょっと統一系が受け気味になるかもしれないですねはい。守備寄りの進行になりそうです役配が重なれば動いていく山脇の姿もあるかもしれませんが 実は親の高宮が連チャンできるあとあ<ー>三差しに向けてここあ決めましたね三差しあこウ数層地です <laughs> タンヤオドラドラあわよくばドラさんなかなか両面からもうタンヤオを確定させたい地というところでしょうかそう,です、ね、そういう意味では両面ではないので欲しいのは数層だけということで、はい、ドラドラが使えるかジャン島でもメンツでも 使えそうになってきた魚谷は、ドラにくっついた。なのちょっと差し子が見えてきましたね、山脇さんがね、まあ、でも、数層がちょっと薄いから。まだ遠いですね。はい。さこの伊達の、この両面地位は、もう四巡目でしたでしょうか。まあ、ちょっと。ドラドラ,ドラ持ってそうですね。はい、もう、この、この両面チーは、ちょっと、もう。<laughs> 容疑者ですね、ドラを持って私は単葉杯で単葉、はい、っぽい仕掛けをされたので統一、はい、以上ちょっと警戒しすぎればドラさんまであるんじゃないかとありますねさあ2個目の両面地なんと手の中は結構バラバラですが後継から泣いていく選択になっていますちょっと泣きづらいかなとも思いますけどね、はい、ドラを分断させてしまうので、はい、食い延ばし 四六六七のピンズ、三五六のマンズ。さあ、防御力はほとんどありません。守るしし気はないんじゃないでしょうかね、はい。この曲はもう攻撃。<laughs> 今日はこういうぶつかり合いが何度見れるんでしょうか。山脇さん。山脇にドラが来た。ドラが来て、一気に。手がこ、これ泣かなければ、ドラさんだ。いや、そんな、たらればはやめておきましょう。う こスー、ね、数ンとかあっちが引けるならいいですけどねドラマったけの町を作ってしまうので、はい、まあ今のパワーは泣かないっていう選択する人も多いんじゃないかな山脇の手が順調に進んであっという間にいいシャンテン広いですね面前のいいシャンテンですよただもうドラクんなら、はい、大谷もいいシャンテンですがはいで高宮もいいシャンテンはい<お>伊達さんもいいシャンテン、はい、伊達もいいシャンテンになってこれで4人ともいいシャンテンですね 形の良し悪しはあれど、ね、あーとジーマンだって泣けましたよジーマンあ<ー>えー、でもこれ選択も難しいねさカンちゃんかシャンポンかカンちゃんかシャンポンかシャンポンださあウーピンはなかったところもうこれほぼピンズの天ンですもんねはい、はい、ローピンチーピンは一枚ずつです<と>さすがにこれは天ンでしょうん<ー>そんな三風炉目となるとちょっとでも引っかかってるはい チーピンマッチの方が上がれる可能性ありますもんね、はい、やっぱ三郎ピンとか打たれない範囲ですよね多分よっぽどじゃないとはいもうこれピンズの無筋はリアンパーピンとかはもういいはいピンズの無筋はもう終わりそんな <laughs> うんこのリャンピンとかもちょっと打ちづらいですかねということで打ちづらい,、ね、づらいはいンさんちょっとンピンもパーピンもまたカンチーマンが。 あ山脇さんもパワーピンで<ー>もう3ピンも行きたくないしやはりみんなピンズの無筋は打たないぞということになってきたドラドラのピンズマッチですよぐらいはもう見えちゃっているので、はい、ドラドラも使ってあとは手にピンズの光景でしょ、まあ、っていうような感じも,う一個もドラ持ったらちょっと考えづらいので、はいはい、3900って打って見えるんですけどはい。 でですもんねこの今日のこのドア玉、うん、ここのここに飛び込んで3900の宝珠から始まるのはちょ,ちょっとやっ嫌ですよね嫌ですね、はい、あなんだろううんここはパーソちょっとチーワンが埋まるんだったらいこうかなぐらいな、はい、ウーマン引いてたけど<ー>このウーパーピン、ね、3ピンうんさあ伊達が両面チーから動いて ローピンはないですけど、チーピンが一枚ありますね。ローピンもありませんか。はい、あ、持たれてますね。チーピンが一枚という山。あと、これならちょっと三ピンワンプッシュでいってみますか。今追い風だから、リーチ行こうかしら、リーチ。今追い風はちょっと思って。追い風ちょっとこちらのイメージトークでしたが、山脇が先制リーチはリアンウーパーマン。であ、なんかね、ちょっと受けたっぽいけど、うまくいったんで。はい。ちょっと抑えたかったところが重なって。 いうはいさあリーチドラ1あドラえそっちじゃあ2枚えドラ1えなっていうところですねということで親の高宮ただこの形ですここは抜きます伊達に向かってきて残念ながらという価値のある手のリーチパーマンは一発キャッチはいメンツから切っちゃいましたねうんここは高宮宇谷は引きますもう終盤2人の勝負二人の勝負ウーマンがここに来て つながってないか。伊達対山脇。さあ、残り一週か。い,いそう、山にはん。ありませんでした。ね、まだ、まだ、もう一回、いつもあるか。三回、チーが入っ、伊達のチーが三回入っています。相図の二差し、マンズの六チッパー。マンズの五ロッチ。 呂です単ヤをドラドラローピンチーピン高宮チーピンは当たりまだありますよ多分リャン,リャンウーパーマンはまだありますはいリャンマンが1枚じゃないですか高宮が入ってさあ最後のツモだ山脇は3ピンありませんでした流局です さあ仕掛けていったドラドラの伊達、追いついて後からリーチ、山脇、二人転廃。親は流れます。とン二極となりました。親は伊達りさ一本場で京卓リーチ棒が一本です。 前回も勝たれてしまったはい中村さんからはい、そうですね勝たれてしまった今の今ーン一曲を見るようにすごい活発ではいうん。確かに息きのいい地位から始まりましたはいもう前回もそういう感じで、はい、うまいことやられ,なやられたんでなるほど今日もおそらくそのスタンスで来るだろうなというところでしょうか今の見る限りそんな感じなんでしょうねはい。はい だけど勝っているんで途中で危なくなったらやっぱり守備の方に行くかもしれないんでん、はいね、伊達さんのペースにさせないぞっていう人が現れたらうんどうなんでしょう伊達がそうですねこう突き進んでいく時に戦う相手がいないとそのまま伊達的には。後手だとそこまでいかないイメージなんで、はいはい、先手だと。ね 伸び伸びとやってくるので、はい、どうやらそのような、うん、はいタイプのようですが今回も親番でドラが重なって、うん、うわーローソー頑固になるネックが埋まりそうな仕掛けもあるかもしれないですよ小、はい、層ポンやドラのポンはもちろんのことリーチボーもあるし、はい、ウーピンチなんかもあるでしょうかさあトンチュン重なりを見ていましたがトンはもう二枚切れています 私の谷は、はい、ごろち。はい。一番仕掛け多いですもんね。はい、多分もう、この中では。おそらくそうですね。昔だとちょっと違うと思うんですけど。山脇と伊達が今日はいっぱい動いていくようなイメージでしょうか。う山脇さんも昔ほどなかなか持ったイメージが。はい、ここ一年、ちょっとで。伊達に寄せてる感じが、小樽、はい、さんも数年前から、そんな感じですし。はい、少しずつ打ち筋が変わっていくの。そうですね。届けるのも楽しいですね。 スピードと伊達のバランスっていうのがやっぱ永遠のテーマですからね、はい、早くすればするほど安くなりそうですね普通は高くすればするほど遅くなる、うんまあ、ついてるとね両方速くて高いみたいなのが入ることあるんですけど、はい、ちょっと待ってください私3品ドラと申し上げてましたねあ数品ですね,数ですねこれは間違 <laughs> 大きな間違いをしてしまいました失礼しました表示杯の3品を見て伊達の手を見て はい、ドラ,ドラと申し,上げてしま,てました。昔のゲームとかそういう感じでしたよね昔のゲームの感じで言ってるわけじゃないので <laughs> はい、明らかなミス失礼しましたそのものがドラみたいな、うん、そうありましたね <laughs> 現物がドラというみんなね助け合ってね助け合って、はい、も最近トリや間違えると間違いをカウントされてしまうので<ー>助けられた記憶はあまりないんですが伊てがいいじゃンテん 記録される記録いるん、はい、どんどん増えていく罪が重なっていくっていう新しいシステムになってまして <laughs>、うん、スー,ーのあんこイい<お>、e、シャンテン広<い>ここから10巡目ねドラにくっついてくれればただね3品がもうないんですよね3品ありませんかはい だからいい形の天杯というのがはい両面になったとて実はやっぱりこっちの方がはいペンローピンということあ,あドラドラがありますかどうですか数ピンはあと一枚山にあるそうですねそれが一番嬉しいですね今天杯取らずしたんではい魚体がいい形になってきています 一日さんも一通も追いたいという山脇さんは。はい。ちょっと欲張りな、はい。はい。渋々一通を。<laughs> 一通をけられました。はい。さあ、数層、これは安槓になるか、イーシャンテンでくっつきの天敗にするか。かわいそう。はい。高宮数層の安槓。もしかしたら、ドラタンリーチもある。みたいな構えですよね。そういうことでしょうか。さあ、何が入るイーソー。いい では、相図の形はもう決めています。<え>スライドで。はい、チーマンとします。一二三を見ていた山脇ですが、お別れとなるでしょうか。お別れです。ですね、はい、ドライチ点。さあ、その三万ポンをした魚谷。 いいシャン頭がなくなりましたけどはい転イはしやすくなったでしょうかこういう終盤のなんか大谷さんのやり方が結構好きで折り合いをつけるタイミングとかがすごいなって、はいうん、確かにあのんで泣いたんだみたいな時ありますもんね、うん なんか落とせない親番のやりっくりとかがすごい上手で、はい、まあ今は,はっきり言ってどちらでもいいような局面なんですけど、はい、いやあの見かけますよね、うん、多分この手は上がれないだろうけど、はい、これを見てたんだっていうのが後で分かったり天敗量ぐらい今度は欲しいっていう、はい、いや分かんないでも上がりは諦めてないのかなただ全然ね上がれちゃうパターンもあります。うん、ただもう純明的に 今の点だと厳しいような。ドラ短期リーチに来ました高宮。まだあ、りますか。スーピンはいや、魚谷の手に一枚来たので、<ー>はい、山にはありません。魚谷はサブローピンテンパイはフリテンです。三万をポンしています。ウーマンは。ちょっと押しました。はい、ウーマン、あれ。 ありますかちょっとちょっと押してますねはいローマンでしたウーパーマンは通ってないですもんね三万ポンしててそうですねウーパーマン通っていません押してますねはいしっかりドラが入ったのでここはあとチーワンが一枚切れ2枚もあ二枚切れでしたあノーチャンスでしたあやっぱ押してないですちょっと行ききやすいウーマンだったということですか3ポンってことありえないと思うんではい 通走は安冠されています。こじゃないと、そうですね。通りそうなほぼほぼ通るうわんでした。はい、ほぼほぼ通るやつ。はい。さあ次の高宮が入ってになるかどうだ。あ、スーピンはもうないですね。<laughs> どうだじゃないですね。スーピンではないことは分かっていました。はい、流局です。おっと山崎が一人の点。いやなんかまだ上がりが出ない。まだはい。親の連チャンとなりました。 神はドラ短期のリーチに踏み切ったところさあ伊達の連チャンですトン二曲2本馬京卓リーチ棒が2本になっています赤木バルキュリア今日はちょっとパッと見赤くないですね,ですねはい、微妙ねはねそれぞれありますがさあ伊達のハイパイドラはい、いいそうですね先ほどの曲のスーピーの間になっておりますがドラはいいそうです このようにこう間違いを見つけたときに私のミスが減ったりもしないんですよね。ずっとね、ずっと加算方式で、はい、プラスマイナス言ったら今ゼロなのにと思っています。<laughs> ちょっと高めさんハイパイがいはいうん。これは厳しいか算双スリムに受けた。その三双に飛びついたぞ親の盾。完三双の地ち。 いやさ,さんからすごいのきがいい,です、ねはいいや」本当息がいいという表現先ほど使っておられましたが、うん、まさにそんな地人はちょっと自分の妻に聞いてみたいとかあるじゃないですかその人見てどうなるか、はいはい、ちょっとはいその調子とか測かかりたいなみたいな思いはありますがでもまあ一切なく泣いていくじゃないですか、はい、うんすごいですよね思い切りがいいやっぱ私も仕掛けるんだったら早い方がいいと思うんですよはい あそこから泣いとけば上がれてたよっていうのがよくあることで、はいはい、一歩遅れて仕掛けるとありますね,ねそこが一生泣けないちょっと武敬スルーしたくばっかりにそうもう取り返せないはいありますけどこのスピードでやってると伊達はそれが少なくなりますもんね、はい、単純にその可能確率的にですが、うん、ウォータ谷はまた3万のポンもねえ大谷さんも仕掛けが。はい やらせたくないというところでしょうか。魚谷はなん、あ、近のなん、はい、トイツで今。泣けました。なんを打ったのは高宮。これは魚谷のなん、ね。なんでなんを。想定して打ったってことですか。遠い遠い見えなくもないですけど。はい。ちょっと遠いですもんね。遠い遠いなるっていうのが、はい、山脇ドラです。えー、山脇も形はいい形なんですが。 大、ね、谷の仕掛けにドラを打つというところとや,はりやっぱこういうのはナンバックの大した手じゃないっていうのがはい、はい、うやっぱりそういうその発想のもと打たれてるわけですか肌で感じているのかちょっと読みなのかわからないですけど、はい、うわここで伊達にやらせないぞという仕掛けとはいあと。

トンもトンは三枚目いやちょっと手前の記録が追いつかないぞちょっとごちゃごちゃしてますねはい <laughs> これはこんなぶつかり合い方になるんですねちょっとねはい強奪二千点と日本馬気になりますよね、はい、プラス二千六百点の加算が待っていますさあ打てはチュンで少し間を取った<ー>お一歩引きましたかそうですね3ただ三万ポンされてるんですね両万も自分がポンしていますはい だったらチュンの重なり見てやろうかというところでしょうか。チュンは高宮に二枚ある。いやー、やっぱ二人の仕掛けがやっぱりちょっと圧になってましたか。まあ、高宮さんの仕掛けはね。はい。だってからはドラが見えない。<杯>チュンが出る。高宮はポン。でもまだですよ。はい。でもまだなんですよ。ななんでしょう。これみんなポンするけどみんなまだなんです。<laughs> そう。みんな <laughs> みんな,みんなお,おかしくないですか。これあの。 プロテストの時にやると怒られるやつですよ、みんな。これ絶対、誰かテンパってますよね、<laughs> 普通はね。はいはい、これ、この盤面で、誰もテンパってないんですよ。今、テンパイが入りました。あいいさあこれは山脇の勝ちになるか、ごろちが見える、単ピンリーチ。いいいい高めはウーピン、ウーパーピン、さあ、パーピン、握れ、ウーピンは仕掛けに1枚、うわ、これで。セハイに1枚、4山、いいウーパーピン、4枚、これは山脇の 2> 2枚ずつ。ね、はい。もうウーピンツモが見れるかどうか。 手配の狭い3人対13枚でリーチをしてきた山脇親の仕掛けから始まったこの曲ですがもう入り目のスッチーだてもどの無筋を選ぼうかというようなこれははっきり言って全部危険ウーマンだけでウマンウマンですかねああ安全策を取ったこのウーマンをなくと三面ちゃんだ魚谷スッチーローソあ、パーピンのも山脇安めですが リーチツもンヤをピンフ1300、2600の日本馬。いめとはいえ、はい、は1500、2800、これはなんだろう、雰囲気的には4000オールぐらい嬉しいです。あります、あります。こう山脇が,勝つが、ね、いや、めっちゃ嬉しい初上がりですね、これはまた会場で1300、ええ、2600って言ったっぽいですけど、<laughs> M トーナメントでもね。 ありましたが、はい、ちょっとねはい、上がった時の発声は気だるそうな、はいはい、気だるそうな発声というのが注目を浴びておりました山脇、ね、山脇の上がりで表情は、はい、表情は明るいですよ表情は明るいもちろんあの不、はい、調がねあの口調だけで別にテンションが低いわけではございません <laughs> さあトン三極魚谷の親番ですドラはローマン山脇トンアンコうわー来てますね画展が見えるぞ、はい、高宮第一相撲が関羽装 今ね、みんな2風炉2風炉3風炉で誰もテンパってない状態で「面前リッチ」でねちゃんと引き勝っていや,ーいやー今日の山場を終えたようなはいホ <laughs> ですよすごいすごい戦いでしたトン2曲ね 2> いやなかなかないですよああいう曲ははい 四人が四人ともリングに上がってきたような状況でした。三風呂二風呂あの三風呂三風呂二風呂そう全員能天はい結局全員能天で最後そうですね大谷さんが追いついたところで、はい、そうですねい,いいめくり合いがすっちそうろうそうでしたっけはい三面ちゃんでした相当良さそうだったけど。 まあ上手な仕掛けですよね。渡辺さんはね、はい、バックとはいえやっぱり最終形が美しい。いやそうですね。綺麗な三面ちゃんでした。ではメンツ一つ目。上谷は初を仕掛けています。あ発の果敢となりました。んうん。やまこは録が入った。嬉しい。これは嬉しいロマン。<laughs> <ラ>ダブトンドライチ。 えっと、山なんちゃですねあっダブルなとんどら1 1いや十分じゃないですか多分リーチしそうですもんね、はい、形によりますがこれちょっとなんか3色つけれないかななんてやっぱよぎりますかどうですか別にリーチ進行でいいですかごろっちが今これでい難しいああいかないここはいかないでもやっぱりうんご頃の未練はちょっとはい でもねなんないですもんねご頃はね、うん、なるときはどんどんあんこ切りとかしなきゃいけなくなっちゃうかもしれないんでチーソーあたりがいや無理だ、ね、ウーマンが来てから考えるぐらいの、えー、いや難しいチーマンご頃、うん、強く意識するとここでチーソーを離してカンウーマン入ったらご頃みたいな<ー>でも自然にねあーまあウッパーマンも確かにあんま強いターツじゃないですもんね、うん しごろも、やごろちも、なんだ、スーーこれがいいですもんね、はい、さっきも入り目が、だったようなさあ、先制リーチ、リーチ、トン、ドライチスー、チーピン、チーピンは場に1枚切れ、4山のリーチとなりました、いいですね、さあ、山脇、このまま相撲上がりとなるか。 神谷は、うん、対応せざるを得ないか伊達は戦えそうではあります,す、ね、まとまってます大谷は初を果敢してこの形お差し子が一気に、うん、さ数層入れたいぞ数層があと一枚 そこさえ入れば。はい、戦える。そんな手格好です。ペーチャの伊達。ここで山脇に上がらせると。突き抜く。わあ、数層チー,ーができました。タイヤを高め三色という。リャンウーパーピン、リーチをかわせるか。これは、どうなんですし,しかし、これは、これはチーピン放銃になった、天敗を取った魚谷です。山脇の上がり、リーチトンドライチは五千二百。 そのはいそうですね積も上がりと出上がりと山脇がここで4万点を超えて親番を迎えました、トーン4局ドラはパーピン魚谷も天敗打敗というところでウーパーソンのそうですね多分ウーパーソーの方が上がりやすい、もちろんチーピンターンピンよりいいんですけど、はい、想像が良かったんですよね。うん さあ山脇スタートダッシュなるでしょうか。一回戦。トンバで四万点で親を迎えました。このぐらいあると沈むことはあんまなさそうですよね、はい、雰囲的に。そうですね大きな振り込みがない限り、うん、まずまずプラスでこの一回戦は終えれそうな。ところにつけていますが。うん、これ少し守備的になるので親番落ちたらちょっと守備的になるでしょうか。うん、テーマが曲回しになります。 展開が早いんでやっぱどっしり高い手の手作りっていうのはしづらいんですよね、はい、だからやっぱ小刃になりやすくて、はいはい、そんな中千二百二回は相当嬉しいですよね,そうす,ねそうすると守りやすいかなと思うんですよね、はい、そして現在すでにご覧くださいいい、e、シャン点ンになっていますドラが使えたら打点が伴ってしまう伴ってほしい 伴ってどっちの目線で言っているのかわかりませんが、<laughs> 山脇はさらなる加点を目指す高宮はピンズに寄せていきたい。いいね、こういう時ね、はい、ペンさんは埋まったりするんですよね。ああ嫌だな嫌な嫌 <laughs>、ね、なあるあるですね。でえー、はい。あでも近くでやる。あ動いてもう払っていく三万来たら捨てれるようにウーピーのポン。三 <laughs> 万のことは考えたいと思いますが。です、ね、本一に向かっていきます高宮。 ここまで山脇が2回上がっただけですまだ上がりは他の3名出ていませんウーピンをポンした高宮これで手の中全部本日にはなりましたドラドラになった

三品は使いづらい範囲になっているウーピンを本している高宮ドライチなんでね三つどらそうですねいやでも3枚手の中にあるんであもうないですあっあれさが切っててなんですか三品がペン三品がありませんありませんありませんちょっと変化しないとその間に三郎荘が うわ天転だけに高みは止まらないかう,うずうずしてますよリーチ打ちたくていやそうですねんなんなんか手を見るだけでうずうずしてるように見えるんですがやっぱしてますかしてます指先がちょっといやはいだって親でピンフドラドラ天廃ここの五千八百もでかいがでかいがまだリーチはしないもういやこれが今年新しいあ,あいいスピンに変わったこれはいいんじゃないですかはいマンガンの転廃 そいつの人がいます。あんまり行かなそうな。大谷さんがもう受けてる。大谷さんが山。山脇。山脇も止まらないが。うースーピンがありますね。スーピンが二枚ある。二枚あ,あどうなんですか。ンピンが入る。安全牌の白を。持う使ってみる。はい 三郎宗が圧倒的有利か4枚ありますか3 1枚までですか 2> 2 3層1、ローソー3層<ー>ロか3層もだ山脇の上がりつもピンフドラドラ十分です2600オール3連続上がりとなりました山脇これをリーチせずに 一個待ってたんだっていうことが恐ろしいですね。はい、6000オール言おうとしてましたね。ということですよね。はい、6000オールを言おうとしてた。言おうとしてました。言おうとしてました。闇天での積も上がりです。はい、安めで2600オール。さあ連チャンとなっています。トン4局1本場。ドラはな<ー>ん。もういい。相づ四連系さし。 二差2刺しご。そうですねピンズ三四あたり引いてくると<ー>いいですね,ねいいイメージが湧きますなんちゃ高宮そうからメンツは一つチュンがトイツだて魚谷はマンズが連続系ソーズでもメンツがありましたドラのナンは山の中えー、伊てが一枚持っているだけ これが山に三枚はい,い、ね、伊達が重ねればもうチュン動いていくかなどうでしょうか伊達チュンが統一で入っています泣きそうですねはい次順移りますがこちらです山脇が大谷い形、うん、スーピンが入る山脇もこれは上がりを見ています 見えるけどうんここは形優先両面ターツになったマンズここはローピンに手をかけます面端ピ品の形を作っていくドラが重なりました伊達チュンから動きたいチュンは山に1枚高宮に1枚 高宮は形があまり良くありません。そうですね。高宮さんのチューンがいつ出るかで。はい。大きく変わりそうです。うん。魚谷がピンフの天パイロー九ピン。闇手にしましたね。はい。<れ>はもうここは。山脇さんの親を確実に落としたいなっていう思いで。はい、うみ闇手を選択しましたね。まあ、あと。 1、はい、一手が老荘とか引けば9ピンのツモ上がりとなりました魚谷、ツモピンフ400、700の一本百、まあ。こういうのは、ね、ルールが違えばリーチもあったのかもしれないですけどね、はい、公式ルールです、はい、ここは親の山脇をしっかりとやめさせる私が流すんだというピンフ合わせてです。 まあ安いですけど、はい、ね人初めてのその初上がりができて、小、はい、谷が、はい、少しほっとしますよね。あそうですね。な、はい、あのあが何も上がれず何三曲ぐらいまで来てなんかつもられて地蔵だったなってよく聞きますが、まあそれは本当に嫌です。負けますね。はい負けます。<laughs> <laughs> 上がらないで勝つことはやっぱ可能あ,ありませんもんね。そうですね、はい。本当にあれは嫌です。うん タイでも上がってくとまあまあはいありますかさあ1回戦難入しています小山高宮もうね山明さんの一人行き状態なんではい三万点一番近いのは伊達残り三千四百点というところ、うん、ミドルクラスの上がりが欲しいところ親番はあるとはいえ浮いて終わりたい公式ルールです 山脇は本一に。分かっています。わすごい、なんか伸びがいいですね。妻の着方が本当、はい。伊達も本一ですね。ち,ちょっと薬剤じゃないけどトペペ、トンぺあ、とんはない。ペいも一枚切れ。伊達さんの手をどうやってまとめるかっていうのは、ちょっと。なかなか。ちっといとかですかね。 まあ一旦マンズには寄せながらさあウオタニ天杯ここは即リーチに行きましたハクとローピンのシャンポン天杯です四巡目ハフは二山ですかローピンも一枚です、ね、はい高宮がこちら一枚持っているだけですさあ高宮うん形は苦しいけどねちょっと落とせない親、はい、って感じがしますよね。 だっては頓に手をかけます。山崎さすがにウソを反応したりしませんでした。<laughs> 山木さんもリーチはま聞こえてなかったみたいな。九、はい、万を今ペチっと。九万もですよ、ね。九万もですか。はい、まあ。じゃあ九万で。安くもせああなるほどなかったことにしてますか。イピとか、はい、多分聞こえなかったんじゃないかなと。 ちょっと立ち上げ方山脇の耳に何か詰まっていたら。もう回大谷さんはもう一回リーチって言った方がいいかもしれない。<laughs> はい、あ、そうですね。もしくは、何か詰まっているので、ちょっと耳に。<laughs> ちょっと聞いてないですよね。もしもし、頭下げて、もしもーし、てもし,もーして言いたいです。<laughs> さあ、それぐらい山脇は、今、自分の状態よしとして。はい、手を進めていると思いますが。そういうとこいいですよね。でもね。 リーチって言われたから、もう,、はい、もう安全牌しか切らないみたいなの。はい。無理ですしね、もうこの順目で。だったら自分の手を曲げずに、素直に作ってやろうということですか。打点も手が進んでいます、いい、えー、シャンテン。でも。想像いった。白の積も上がり。上体<お>の上がりとなりました、リーチ積も白千二千。所作がいいですね、これ、ね。しなやかな積もりがしますね。はい、綺麗に。うん 連たるものマージャンの所作は完璧であれと、うん、あとやっぱね M リーガーはね、はい、所作がいいっていうのは最近身にしみてああそうですかす中田さんもそんなことを思うことがあるんですねあの,の日本シリーズの決勝が全員 M リーガーだったんですよはい、はい、やっぱ美しかったです顔だけじゃなくあの所作とか発声とか、はい、立ち振る舞いがやっぱりプロフェッショナブルプロフェッショナルブル、はい どっちですか？<laughs> プロフェッショナル, <laughs> ョナルはい、はい、だなっていうのは、うん、はい実感しましたすごくあ<ー>やっぱ、ね、一緒にやってみないとわからないんですけど、はい、そのおっと打手が早い手を手にしています書さで言うと私もあの YouTube でちょっとあのマージャン牌を触ることがあったんですが、はい、コメントにまあさすが さ作がが綺麗だって書いてあって、えー、こっそり震えるように喜んでいたことがある <laughs> そんなに綺麗な方ではないで,がでいですけ、ね、周りの芸人さんが、うんまあ、ちょっと荒かっただけなんですけど,、うんうん、など言われ慣れないとねちなみに、はい、私はあの某先輩にはあの対局中手がくねくねしているからダメだというお話をよく頂い,いておりますので<ー>たまに「おいくねくね」と呼ばれる時がございます。<laughs> あ 魚谷が何のポンからカンチーピンのチダブナンはいダブナン仕掛けてます。高宮は初を仕掛けて、そうですね。もう第最初にドラの Q1 も切ってますからね。はい。あ参ピアンコになる。いいシャンテンチュンといいピンのくっつき。もちろんチーピンもポンにはなるですが、なるところですが。 さあ伊達の親番に高宮、魚谷が結構積極的に行くという <laughs> ちょっと2人の方針が合ってたでしょうかやっぱり伊達を生かさないぞという,ところうあと山脇さんが抜けてしまったんで、はい、この2着の状況がマッチしてるしごろ、さしごどっちもあるぞあるいい形ドラの9万もつもぎっていく山脇は3色を見ているが形が悪い 高宮初をポンしています。入るかサブロー。6が入った。三ブ,ブローピン。三ピンはあんこ。ローピンも。うわいローピン一の三ピン一ですか。二山のピンズリャンメン。ただ親の先制リーチ。打点ありのサブローピンです。高宮天敗サブローピンだ。頭羽根になるオナテン。 伊達が上がるには積も上がるしかない魚谷が3品ンえーえー、りゃんピンの地位でここローピン三郎ピンかんろうピン,ン,ピン見えてるのかというぐらい精度の高い仕掛け。えー でしょうこれここで山内さんがローピン打てば、はい、三茶法はないうことになりますがす途中流局が公式ルール今やもうありませんのでそう<で>だ論って言われるだけですがサブローピンサブローピンサブローピンになりましたさすがにちょっとトリアテンション上がってますよこれなんですかこんなことありますさあ <laughs> 一回戦 ただいま16時42分でしょうかサブローピン祭りが開催 <laughs> 誰が勝つんですかサブローピン普通はいかなって思うんですけどね、はい、これ勝者は現れるんでしょうか三人サブローピンさあサブローピナーは高宮に決定<ー>いや何ですかこれ <laughs> <定>初のつも上がり300500サ,サブローピナーと言ってしまいましたが <laughs> すごいサブローピン対決おさいやあ盾ローピンオナテンで持ってかれてこの表情まあ曇りはしませんがちょっと今目が丸くなりましたはいマジかというもちろん対局中です声には出しませんがワイのローピンやみたいなはいいやそうですあの顔はそうですワイのローピンやの顔ですしてましたはいいや今の悔しいですね盾の気持ちになったらそのローピン私のなんだけど大谷さんだってはい私のうんそうですね

展開ですが見応えのある戦いでした。いやでもコーナーにも山脇さんはね、はいはい、関わってない感じで。いやそうですね抜けた山崎がん強いんじゃないですかな、はい。このなんか展開がね <laughs>、うん、ダメな時にみんながらそうそうそう三人でやってっていう。はいで曲が進んでいく。ね。さあ現在南三曲魚谷が結構後継になっています。 ローピン祭りも少し長く見たいところではありましたね。<laughs> もっとわいわい騒ぎたかったと思うんですが。が <laughs> 見てる方って気楽ですね <laughs>、うん。なんかやっぱ、リアルなことが起きるとテンション上がりますよね。はい、いや、そうですね。はい。嬉しいですよね。いっぱいあるのっていうのがいくらでもあるじゃないですか。はい、その発見が。珍しいねっていう。いや、本当、仕組まれ、なかなか仕組んでもそうできないですからね。<laughs> トニーサブローピン3人転廃誰か浮くことはできるんでしょうかね真っ平らになりましたよ2着から4着かいやそうですねこのラスは嫌ですねかなりちゃんと打点のある上がりを上がらないと3万点が見えない3人 <laughs> いやみんなで説明ば2着マイナス1ポイントとかなんで、はい、2着まあまあラスは8のままなんではい、はい なんでラスは減らしてくんないのって思いますけどね。三 <laughs> 人沈みの時。ああ、なるほど。確かにちょっと思いますが。ちょっと思いません?。はい。ああ、魚谷が三面ちゃんのリーチ。高めはパーピンのドラです。<ー>リャングーパーピン。ぜひともパーピン積もりたいですね。これね。いや、これはもう。リャングーパーのパンとかだけ強く願っている。使えてない。 人が二人いますよ。はい。パワーピン。使えてない人二人。明らかに、う。伊達の。はい。山脇の、ぱ、ピンズの残し方。もう、なかなかですね。多分ね。しないですけど、闇だと、ウーピンとかすぐ放たれる。うん。ところでしたか。日給とかなら。はい。まあ、日給。伊達は前に進む。お。何をポンしています。最後に、ドラ勝負するのかな。ドラ勝負するか、ドラを使うかというところですか。ドラ、重なればね。はい。 染めるのと同じ打点になりますからね。はい、ただ、山脇も親には飛び込まないマウー,ーになりますか。さすが、ね、に、渡さんがおやりしてるのに。親に、はいけないわ、同じ。今回は。筋を打っていくと、ちょっと話は違うか。あと、今回は。はい、あ、でも、ごろじとか。 打点が伴えば。でもパーピン。使えるなら使える、ね。両ピンを、伊達の宝珠となりました。魚谷の上がりリーチピンフ、タンヤオ。まあ、従い、凄いよく見えますね。三、はい、ピン二枚切れてるし。安全帯もそんなにないですもんね。これねまあ、そうですね。行くなら。両ピンぐらいは行くような形になっていたでしょうか。伊達。気にする宝珠ではないと思います。は,はい。 さあ魚谷五千八百の上がりで連チャンとなりましたゴッパは大きいですゴッパ大きいですねん南三極一本場ですドラはパーソー魚谷のハイパイがこちらあまりいいハイパイではありません,んあまり良くはないですね、はい、南ちゃん山脇、まあ、メンツ二つ高宮高宮 こちらはしごろが見えますよ。いいすよ今のスープインスメンツですけど。はい、伊達はメンツ一つですがドラも含めリアンメンターツがあるまあ、まあ。多分平均的なハイパイじゃないですかね。はい。さあダテが二万点を割っています。大谷が太直風のトンゴポン連チャンしていく予定です。まああとねちょっとダテさんがやりづらく。 はい、なりますよね仕掛けられるとうん展望ないから行きたいんですけど、はい、もうなんか傷を広げたくないっていうふうにはいチェンジする可能性も何三局の親にそうですねこう無筋を泣かせるというのは1番2,000増やして浮くっていうのはちょっと現実的なあれではないんで、はい、うんただメンツができてくるはく動いたのは山脇です。本店 ドラを切ってドラ切ってるですよまたこういう並びとかもあるんでしょうね大谷さんの紙茶とかだとまたこういうドラを切れなかったりするかもしれないですけど自分が下茶なので下茶なのでさあスライドすると宝珠でしたがここはジーピンああなるほど今のところスーピンは2枚山に山あが曲を回すか 短期に変更します。三品短期です。確かに三品の方がいいですね。あと三枚あります、はい。どこの短期またはくっついてのべタン。はたまた数万匹でタめんちゃん。どうなるでしょうか山崎。大谷さんもしごろが見える。普に変えた。はい。大谷も手は整ってきています。ランシャて店ですけど。ウーピンが入る。 上谷はトンをポンしていますめんたんピンドラとかだと一気に、はい、伊達さん復活できるんではい。伊達ももちろんここは高得点を見ています天敗 <laughs> 上手。ドラを使ってめ <laughs> <上手 S 2> んたんピンツもドラ一がある老朽層い,いい引きしましたね今ね。伊達の天敗は老朽層山脇初短期高宮これは初にならない いやーでもちょっと次危ないんじゃないですか<だ>山脇さんがはい高宮的には伊達のリーチは山脇が小走が打てない打てない短期になったそうですねこうするともう山脇さんは降りちゃうかもしれないですね、はい、あれ9走ごっそりですかこれ山に4枚山。 そしてロウソウもローソーがいいこれは比較的ごっそり三枚山つまり七山ご,ごっそり落ちる洗剤みたいな <laughs> ご,っそりた、ね、ごっそりにもいろいろありましたねえ、はい、この6球層やばいですねこれは相当山にいますね動かに追いつきましたーチーピンの地位カンウーマンにします 中筋になっています。ウーマンここに三枚なんです。空想引き。さあ、高宮はタンヤオで手が。整っては来ているのですが。あ、すまん。ごっそりまだですか。ごっそりなんですが。一体どこにごっそりしてるんでしょうか。<laughs> どうでしょうね。こう岩めくったら老朽層がいっぱいいたぐらい固まってそうです。すごいですね。あ老<ー>荘ここ。まず。これどうします。どこ、どこの無筋にしようかしらです。ああ、言いそう切っちゃってるんでね。ローマンにしますか。ああ、チートイ。ああ、チートイツのイーシャンテンという形。こっそりしてないですね。こっそり、ああ、こっそは。あ<ー>まあ。モード度上がっていました。七分の二が今消化されました、ね。七分の二、ここは魚谷急走法中となりました。 天敗からの補充は出し方なし、伊達の上がりです。リーチピンクドライチ三千九百は一本場で四千二百。少し返した感じですね。先のゴッパーを。そうですね。打てもこれで初上がりとなりました。うん、さあ一回戦オーラスとなります。これね山脇さんがどう。 閉じるのかはいドラ3走、山脇ハイパイを伊藤有子さんと同じめくり方 <laughs> はい、すべて整えてからまあちょんちょん後でしたが9万のあんこ、からですダブナンが統一で入りました、高宮。

ちゃう気がするのですが。二千点で,でそうですよ。魚谷がさあ、三品の地でなん、高宮ダブなんンここはダブなんで。二千点でいいと。はい。うん、魚谷から直撃すれば、まあ二着もある、ね。そうですね。無理せず、この、これぐらいのマイナスで。しないとラスになっちゃうかもしれないですもんね。はい、ラスは五面だという方が大きいでしょうか。そうですね。三万入った。 山脇はンパースを重なって一歩前進山脇は連チャンさあ伊達はラス抜けかつ一通ができるのであればあ三層ドラなんですよね浮きもあるか三層ドラですドラガーじゃなきゃ三層、はい、じゃないですかこれ。はい。あここが形を優先も、ま、うドラはもういいとメ品ピも一通なんていう、うん、ドラを除外したことえー 構成になりそうですでもね下茶の小谷さんが管理ゾ像すごい欲しかったんでこ、はいはい、アンゾ出ない形なんでね、はい、高宮が風呂2つ目ダブナンをポンしていますリャンピンダブナンでリ涼ンウーピンテンパイ2枚切れ3枚見えうーピンがここ<枚>山脇打たないあと4枚います高宮は 2000点の上がりを伊達から取ることになりましたダブナン2000点さあこの上がりで1回戦が終了いたしましたさあ1回戦トップから山脇そして2着2着は魚谷ですねはい3着今上がった高宮え4着伊達の並びで1回戦が終了しています続いて2回戦です